はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、先ほどね、ちょっと鈴宮春日とのコラボの、まあ、動画出しまして、でね、最近ね、お話動画ばっかりだもんで、実践的なこと何にもやってなかったんですよ。それだもんで、今日はね、実践的なことをね、ちょっとやっていこうかなと思います。で、何をやるかと言いますと、まずこちらに映ってるね、UR の千葉さんですね。はい。で、まあね、ちなみにね、リンクとかはね、最低限のところまで上げて、で、スキルとか、まあ、これ何も習得させてないですね。はい。まあね、とりあえずくっつけてるだけって感じ。で、まあ、レベルもまだマックスになってない状態で、まあ、まあ、普通にスキルを取って、で、才能とかもまだ何もね、上げてない感じ。はい。でね、シンデレラハーモニーにちょっと用があるんですね、今回は。はい。で、まあね、こちらの、まあ、効果が、キャッチャーの時先日、前進守備を使用、で、効果が内野ゴロ率を、3段階上げ、長打率を2段階下げて、で、味方補給率を1段階アップされる、させる。で、オペレーションコストも5回復するというような感じ。まあね、オペレーションコストも回復を持ってるっていうところで、まあ、前進守備実質ね、まあ、銃で撃てるというような感じなんですよね。はい。まあね、使い勝手が、まあ普通にいい感じの、まあ内容ですね。はい。でね、まあ今回はこちらを単体で使うんじゃなくて、使っていくんですけど、まあね、とあるね、そのキャラクターの、その UR キャラと一緒に使うと、めちゃくちゃ強いというようなことがね、ちょっとわかりましたんで、それを紹介していきます。で、そのキャラクターっていうのが、こちらの UR の天草ちゃん。で、こちらの効果が、守備時5回以降、走者が3塁にいるとき、先日前進守備を使用。で、内野ゴロ率を、1、2、3、4、5段階上げて、敵進塁率を、5段階下げる。というような感じで、先ほどのね、千葉さんがね、内野ゴロ率、3段階アップっていう効果の持ってて、で、こちらね、UR の天草ちゃんと UR の千葉さんが、どちらも前進守備なんですよ。で、それね、被って、ってるじゃないですか。で、被ってる時にこれ使ったらどうなるんだっていう感じでやってみたら、めちゃくちゃ強かったんですよ。っていうのが、その効果がね、ちょっと微妙に違うじゃないですか。で、そのそれぞれの効果どっちが優先されるのってなったんですけど、これね、多分おそらくね、どちらもね、適用されます。はい。っていうのはね、オペレーションコストもちゃんと5を回復したっていうのもあるので、これね、両方ともね、上乗せされて、もうほぼ確定で内野ゴロ、ゴロになるような、感じになるんですよ。なので、この2人をね、その一緒に使うとマジで強い、守備の時。はい。で、まあね、まあ、条件があるんですよ、あるんですけどね、この天草ちゃんは。5回以降で、走者が3塁にいる時じゃないと、使えないというところ。それだもんで、今日使うんですけど、今からこの2人使ってやるんですけど、敬遠を、使っていって、意図的に、ランナーを出します。で、その時に、まあ、ゴロ率がね、本当にアップしてんのかっていうところを、見ていきたいと思います。はい。でね、オーダーの方なんですけど、見て、ポジションがぐっちゃぐちゃ。あえて、そのもうポジションをぐちゃぐちゃにして、で、姉妹校さんに、まあ、UR 艦隊ね、使ってて強い方がね、まあ、いらっしゃいますんで、まあ、全国クラスの相手で、姉妹校さんなんで、まあ、そちらの姉妹校さんと、対戦して、で、まあ、ね、5回以降ね、意図的にランナーを置いて、それで、ゴロ率がね、ゴロ率っていうか、ゴロがね、ちゃんと発生しやすくなっているのかっていうところをね、お見せしていこうと思います。はい。ではね、姉妹校さんに、ね、いますけどね。はい。で、まあ、それで、姉妹校さん、まだ、ノーリングまだ。長いんだよな。はい。で、姉妹校さんが、どこだったかな。もうちょっと上だな。もうちょい上。はい、こちらですね。はい、こちらの方とやります。で、もうポジションぐちゃぐちゃなので、点めっちゃ取られるんですよ。はい。で、まあ、シンデレラハーモニーを、見たいだけなんで、コールドはなしで。で、チームスキルも発動させます。はい。もう、強い段階で、強い状態で、戦わせます。はい。じゃ、では、練習試合をしていって、で、5回まではね、ちょっと飛ばします。はい。オートで、動かしていきます。はい。で、まあ、最初ら辺はどうでもいいので、この辺は、いいです。どうでもいいです。はい。おぉ、点を取られないね。はいはい。で、5回以降、あ、この辺からですね。はい。で、そうですね。ここから、まあ、使えるのかな。使えますね。じゃあ、敬遠を、させます。で、ちょうど打たれたので、
もう一人、敬遠で、満塁に、します。はい。これで満塁になって、はい。で、それで前進守備。で、まあね、前進守備自体は、敵単打率を上げて、敵進塁率を両方を下げるというような感じ。で、これで、もう条件がね、揃ったんで、発動させます。はい。はい、前進守備。で、天草ちゃんの、シンデレラハーモニーと、千葉さんのシンデレラハーモニーが同時発動します。はい、これで、まあ、次の打席へを押すと、ゴロ、もうほぼ確定でゴロになります。はい。はい、で、ゴロですね。ショートゴロです。で、まあ、あともう一人、いますね。で、オペレーションコストもね、終わった後にちゃんと回復してますね。55、プラス5に、50から、プラス5で、55に、アップしてます。はい。では、もう一回前進守備いきましょう。はい。さあ、天草ちゃんからの千葉さん。はい。そして、オペレーションコストは40ですね。はい。で、これで、はい。で、押すと、ピッチャーゴロですね。はい。で、オペレーションコストもしっかりとね、5を回復した状態で、プラス15回復の60ですね。はい。という感じ。で、まあ、攻撃は関係ないです。はい。ここは関係ない。早くして。で、またさらにね、意図的に敬遠します。はい。ここで敬遠を、3連続敬遠させて、ランナーを、3塁に、進めます。はい。泉田ちゃんを、3塁に進めますと。はい。敬遠、敬遠、敬遠。トリプル敬遠。はい。で、これで、条件が揃ったんで、さらに前進守備。これで、天草ちゃんからの千葉さん。はい、今のところ、2回ともね、ゴロで、打ち取っているような感じで、オペレーションコストは30で、打席にはもうね強いですね、高梨ちゃんがいますね。これも、ダブルプレー、はい、素晴らしいですね。で、35に、回復しましたね。はい。で、また、前進守備、はい、これ強いですね。前進守備で、2人の発揮させてからの、次の打席、はい、でショートゴロ、もうほぼ確実、もう確実にゴロにする。相手強いんですよ。はい。で、まあ、この辺はいいので、どうでもいいので、どんどん飛ばしていきます。はい。で、アウトですね。はい。で、また敬遠させます。はい。敬遠、敬遠、敬遠でいきましょう。また、トリプル敬遠。あ、牽制しちゃった。間違えた。牽制じゃない。ちょ。やらかしたわ。しかもアウトになってんじゃん。まあまあまあ、これ使えないので、多分、敬遠させちゃうと使えないので、打ってほしい。で、ヒット、あ、こっちの攻撃じゃん。まあ、じゃあ最終回で使いましょうか。この回で使いましょう。で、敬遠します。ちょっと先ほどしくったんでね。牽制しちゃったよ、間違えて。敬遠、敬遠で。はい。ここら辺がポンコツですね。はい。で、また敬遠を、させます。で、ランナーが満塁になったところで、前進守備を使っていきます。はい。で、これで、ダブル発動です。はい。ダブル発動させてからの、次の打席へ。はい、ダブルプレイ。で、オペレーションコストもちゃんと回復していく。で、さらにまた、前進守備。はい。前進守備でダブル発動。今のとこ全部ゴロです。はい。そして、アウトとピッチャーゴロですね。はい。素晴らしいですよ。で、まあもうね、ちょっとね、敬遠、意図的に敬遠を使うとね、ちょっと、できないので、前進守備が使えなくなるので、ここはね、ちょっと、打ってほしいところ。はい。盗塁失敗をしちゃった。はい。まあね、ちょっとね、オペレーションコストの関係でね、ちょっと全部は、5回以降全部は使えませんでしたけど、はい。全部、ゴロになりました。はい。ゴロで打ち取った感じ。もうね、天草ちゃんと、その、千葉さんを使っていて、で、まあ、天草ちゃんの条件を満たすと、ダブル発動します。そして、もう確定でゴロが出る。で、もうダブルプレイやらゴロでね、もうね、とんでもないぐらいね、面白いように打ち取れますね。はい。まあね、まあ、要はね、その、神宮寺さんとかと同じ、全力投球と同じなんですよね。ただ、こっちは、15、
で、使えるんですよ。とりあえず15で発動できて、で、さらにね、オペレーションコスト5も回復も乗っかるんで、まあね、10で撃てるような感じですね。それだもんで、まあ、オペレーションコスト10で、まあ、ほぼ確実にゴロで、まあ、撃ち取れるというようなところで、まあ、コスパがいいですね。うん、なかなかね、いいと思います。僕もね、ちょっとね、天草ちゃんね、育ててなかったんですけど、これちょっと育てようかなって思って、ちょっとね、いろいろとポジション的な兼ね合いでね、スタメン落としたんですけど、ちょっとね、これ、育てようかなと思います。いずれね、うん。まあね、ひまわり取らせて、はい。もうね、打てなきゃまず話にならないのでね、はい。頑張ってね、育てていきたいと思います。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。